いやでもキャッチ多いですね。うん、もうそれここ中心やもん。おっちゃんたちももうベロベロに。そうね、いい感じに。まあでもこの量ですから、これ結構意外とどんだけ人が来てるかっていうのは。30分3000円。ああ。ちょっとゆっくり行きます。まずね、人が。抜け道なんですよ。人と目があったら急にパッとね、多分つながってくるよ。マッサージいくらですか？30分。あ、タイムスとか全部お店一緒。謎な感じから始まりましたけど、今ね岡山駅前に来てます、まあ、前回も引き続きなんですけども、まあ、この GoTo イートとか GoTo トラベルの中のその岡山周辺をちょっと見ていこうかなと思うんですが、これも視聴者さんからかなりお願いしますっていう参考にしたいっていうのが多くて、まあ、実際そのお店の中には入ってりはしないですけど、ちょっと街の周りをぐるっとしていこうかなと思います。まあ、雰囲気とかをこれ参考してくれたらいいかなと思います。で、まあ、この段階でも結構ね、出てる、これからご飯行くのかなとか旅行行かれるのかなっていうような方も見受けられますね。ですよね。多分そういうことなんでしょうね。だから GoTo トラベルで旅館とか泊まるところが安くなったりするんで、はい、というわけで今日はちょっと歩いていきます。よろしくお願いします。はい、今回の巡回エリアは岡山駅前本町の周辺となる。ここまあ交通のあれも、これ岡山駅の前がバスターミナルの出口、はい、かなりやっぱ都会よね。ですね、飲食店がね。こちらに行きましょう。今日うわ飲みたくなりますね。我慢やな。うわもうココイチでもいいよもう。あでもいやここ本当ここ最近ですよね。うん、最近できたもんね。うん、ね。またね。おっちゃんたちももう。ベロベロに。そうね、いい感じに。時間的にね。いやキャッチの人がいねえということで。30分3000円。ああ。ですよね。だからさっきもお店ちょこちょこ入ってたけど、やっぱもうみんな定まってるんですよね。決まったっすね。あーでもいいですね。お腹減りますね。あだいぶね。あこうやって自撮りしてる撮影してるのもなんか他の人から見たらなんやこれみたいな。多いよね。多いですね。だから牡蠣とかももうシーズンなんで。牡蠣目当てで来る人もいるかもしれないですね。いやでもキャッチ多いですね。うん、もうだってここ中心やもん。で
ほんまに外国人の人の数が減ったかな。前結構ちょいちょいなんか見てたんやけど。携帯が切り出した。ねえ。まあでもこの量ですから、これ結構意外とどんだけ人が来てるかっていうのは、こんだけやっぱチャリが。ね、まあでもバーとかそっち系は人少ないですね。ああ、そうですね。入ってない、うん。やっぱ飲食店は多いですけど。でも時間帯がやっぱ違うんだね、飲食とバーは。ああ、ですね。時間から増えて。だから大人の時間になり始めたらということですよね。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ちょっとゆっくり行きましょう。もうこんな時間帯からおるんですね。うん、早い。まあ土曜日だから、あ、関係ない。あ、そう、それあるかもしれない。いますね、人が。人って人間としてはそんぐらいの感じなんで。見てる、抜け道なんですよ。うわ、何これ。多分外側の人と、うん、こっち側の人と繋がってんすよ。だからいろいろなんかもだから最初の人、向こうにいる人と 目があったら急にパッとね、うん、多分繋がってるよね。そう、繋がってんすよ。ね、ちょっと警戒、ちょっとまあでもどうなんだろうな。まあ最初よりか声がちっちゃくなる、ね。うん、ね、マッサージいくらですか？30分。全部お店一緒。お店一緒。ちょっとまた考えます。うん。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。